うわ、シーズンパよいしょ、30億か。よいしょ、はい、おはようございます。佐藤です。すぎる。もう10時回っちゃったな。昨日に引き続いて今日も乗る時間が、もう10時だからあと1時間か。もう暑くてしょうがない。今日もね、日中35度まで上がるそうです。もう油温はさっきガレージから出してきた時にモンキーの油温計はもう30度ですからね。最高。はい、おはようございます。ジョーコです。暑いよ。昨日同様ね、今日も日中35度まで上がるそうです。もう残暑もいいとこですね。で、今日もね、特に予定はなさそうだったんで、今日も畑仕事なしですね。こんな暑い時に、ね、やっぱり外出たらやばいし、でも妻は掃除マンになりそうだったんで、まあ朝ねお風呂掃除したり、布団を干したりいろいろやって、でお昼まで時間をもらったので、まあいつものように原付きのイジライドですね。まずはね、昨日と一緒で、この地区に現れたという、モンキーを探しに行く、探しに行くじゃなくて、見かけられたらなという感じで、干拓流して、今日はどうしようかな。ちょっと矢作川の方へ遡上してみようかな。この辺りも、もう稲刈りはほぼ終わっちゃってるな。はい、川口町。松並木と桜並木。今日は朝になってからもう2度寝3度寝してゆっくり起きて、もう今日はね予報でもう暑い一日になるってことが分かってたんで、今日は何もせずにゆっくり家で過ごそうかなと思ってたんです。でもね、まあノル時間をもらえたならば乗らずにはいられない。もうね、さすがに35度まで行くといってもですね、本当に真夏のもう本当に危険な
暑さという、もう腕だいぶね汗ばんでましたけど、もうそんなにね、走っていればやばいっていうほどでもないので、むしろちょっと汗かいてそれがね、気化熱で涼しいぐらいで、ただあのねいつもね急に決まるんでフリータイムが、どうしよう、上はこれでいいやっていう、いつもね、まあ、パジャマを着替えた感じパジャマに、まあ、もう下はもうね、あ、これねこれねもう自己責任でお願いしますね。もうね、あのもうお股の辺がもう汗ばんで、まあそれぐらいやっぱりまだまだ暑い、なので、今日もなるべく信号の少ない止まらずに走れるルートで、昨日は海の方へね Z250 で行ったので、今日は川沿いを卒業して、ちょっと考えようかなと。まあ1時間とね、時間が今日本当に10時過ぎに出発したので、はい、昨日と一緒ですね。こんなね、何にもないところにお猿さん来ちゃってどうしてるんだろうね。お股広げよう。ほぼ無風？ほぼ無風ですね。これはウィンド系のマリンスポーツはちょっと難しいかな。マリンジェットは、今日もアングラーいますね。立ち込んで昨日は対岸で見ましたけど、これよ、これよ、今日は左へ行くかな。これよっと、いつもと違う雰囲気のところで写真撮ろうか。これは左側の棚を走ってるんですね。いい感じ。水分買ってなかったな。
ち野菜がいいですね。この日陰は涼しいね。熱風だな。川沿い走って涼しいかなと思ったんですが、熱風、本当に真夏に逆戻りした感じだな。ふと思いついたというか、この先のね、水源公園ちょくちょく登場すると思うんですが、そろそろね、夏も終わったので、夏がね、そろそろ終わったので、秋に向けて何かね、花の状況が変わっているんじゃなかろうかなということで、チェックしにどうなってますかね。まだ特に、多分このこれからコスモスになると思うんだけど、まだないね。もうここね、起こして整理してあるので、これからなんかやるんだよね多分、まあ U ターンしましょう。どうかな、こっちがいいか、この辺りがいいか。よいしょっと、これぐらいか。奥から引いた方が入るかな。よいしょ。あまり位置がそれでも良くないか。
割引金があるので待っててください。あっちー。